みなさんこんにちは、宮瑠璃花です。花野まりあです。今日は私たち2人でクリスマスコフレをご紹介したいと思います。ここにね、たくさん並んでますが、うん、豪華だ ね、華やかですね。ね、もうクリスマスが近づいて、はい、と感じますし、私たちすごくね、2人ともコスメ大好きで、はい、2人でいろんなものをご紹介していきたいと思います。はい、まずはシャネルのコフレを紹介していきたいと思います。かわいい ね、今回のテーマが月と、はい、あのシャネルの有名なフレグランスのナンバー5がこう刻印されてるんだよね。みやさん、これ気になってましたね。アイブロウ、あ、アイブロウ、これ気になる。アイブロウってやっぱパウダーをイメージしちゃうと思うんですけど、はいはい、これはもう見るからにツヤっぽくて少しオイルっぽいのかな、ね、バームっぽいツヤがありますよね、うん、なんかこれすごい気になる、ね、新しいアイテムですね、うん、使ってみたい。そして私今日ね、この、はいはい、こちらのアイシャドウを実際使ってみました、すっごいキラキラしてて可愛いです。赤みのアイシャドウ、そうそうそう、うん、なんか見た目が結構ブラウン系かなと思ったんですけど、うんうん、つけてみたら意外とオレンジ で、うんうん、でパールの感じもすごく綺麗だったので、うん、やっぱシャネルのアイシャドウってちょっと特別な感じがするというか、うん、そして、ね、リップもありますけど、うん、私このシャネルのリップはすごい普段から大好きで、うん、このリキッドのタイプも持ってるんですけど、うんうんうん、すごく密着してマスクでも色が全然落ちないんですよ。そうなんだ、うん、結構ピタッと唇に密着する感じが、でもこの赤もすっごいなんか、うん、もうシャネルの特別な赤リップって感じがして、うんうんうん、なんか素敵だなと思って見てました。似合いそう。なんかカノちゃんって結構その派手な色が似合うよね、うん、好きなんです、口紅は好きなんです、ねえ、はい、でそしてね、こうネイルも出てるということで、うんうん、私今日このカラーをつけてもらいました。本当だ、かわいい、うん、すごいかっこいい。人もう一度塗りしかしてないんですけど、それでこんなはっきりと、そうなんです、このまんまのファッションで、うん、すごいかわいいです。しかもなんかこうカーキ感と思いきやゴールド感も、そうなんですよ、光によっていろいろ色の見え方が変わる、ね、おしゃれな色で、そしてこのやっぱシャネルといえば、ね、この真っ赤な感じいいですね。いいね、なんかクリスマスって感じがしてね、はい、並べておくだけでもなんかテンションが上がりますよね、うん、しかもこのマークっていつも白じゃなかったでした、うん、思いました、ね、うん、やっぱこれはクリスマスだから、うん、なのかな、ね、またそこもいいね、いいですね。なので私たちもこれすごく注目しております、はい。次にご紹介するのはイヴ・サンローランです。今回のテーマはゴールド&スターということでですね、うん、もうすごいお星様がいっぱいパッケージに書いてあるんですよ、ね、かわいいですね、クリスマス感が、うんうん、溢れてるね、溢れてる、キラキラしている。皆さんはこれが気になって、うん、もうね撮影する前からずっと気になってました、うん、こちらのアイシャドウパレットなんですけど、うんうん、もう全部の色可愛くない？可愛いです。いや、これ、うん、アイシャドウだけじゃなくて、うん、ブロンザーとか、うん、ハイライト、チークとか全部使えるそうなんですよね。ってこういうことはこれ一つあれば、そうです、結構顔が完成に近づくっていう、うんうんうん、しかもどの色も本当可愛くない？可愛い。特にこの辺すごいつけたらどうなるんだろうっていう、可愛い、気になるね、キラキラしてますね、ねえ、これもちょっと気になるし、うんうん、他にもこんなリップがね、いろんな種類が出てますけど、なんか美容オイルが入ってるものが出てるらしくて、うんうん、私今あのこれつけさせていただいたんですけど、あ、この色なんだ、はい、あのね、すごいやっぱりツヤっとするというか、うんうん、保湿されてる感じがすごいします。そうだよね、しかもこう見たよりもつけた方が柔らかくなって、ね、うん、本当ですか、うんうんうん、こんなに種類あったのね。そうなんですよ、全部なんか、うん、この断面のカットとか、うん、質感とか、あとやっぱりこのパッケージも、ね、全部違くてめちゃくちゃ可愛い、いろいろ楽しめるよね、可愛いですね、なんか見ていてもこう気持ちが上がるようなデザインってやっぱりいいよね、うんうんうん、いいですね、メイクするときってこう気持ちがね、そうです、大事、こう上がりたいからね、はいはい、そしてこのね、うん、
ポーチがあって、ね、これこそなんかクリスマス限定って感じするよね。感じします。これぞそう、はい、このポーチがついていて、この3つが入ってるのかな。そうです。クッションファンデと、そしてあとこのミニリップと、うん、あとこっちはリップクリームかな、うん、が入ってるんだろうけど、このミニサイズ可愛いよ、ね、やっぱり、あの皆さんキャッシュレスでどんどんバッグが小さくなってるんで、わ、うん、かる、使い勝手がいいんですよ ね。でやっぱりこのクッションファンデ、うん、こっちは、うん、あのちょっとトーンアップするタイプなんですけど、うんうん、こっちが定番 あのクッションファンデで、パッケージがあの今回のクリスマス仕様っていうものなんですけど、いいね、私たちにこれ使ってました。そうなんです、すごく潤いもあって、はい、でトーンももちろん上がって、で私すごい好きだった。香りも良かった。わかります、ね、うんうん、ちょっとクンクンしたり、うん、あ、やっぱいい匂いします、イヴサンローランの香り。そうだから、こう塗った時に幸せになる香りね、はいはい、そうですね、がするね、全部欲しくなりますね、本当に。このポーチも一個あったらいろいろ使えるしね。あ、お、え、お今見た、こちらにチャックもあるし、側面にもあって、え、は、ちょっと待って、ちょっと待って、一周すると、あ、街がそうだ、街が広くなるんだ。ちょっと待って、ここが広くなるから、あれです、いっぱい入る、すごい、いろんなコスメも入るし、クラッチバッグみたいにもなるし、そうだね、じゃあこの中にこのコスメを入れて、うん、入れてパーティーに行こう行こう、行きましょう。続きまして、周上村さんです。イエーイ、これ今回なんと、うん、セーラームーンとのコラボということで、かわいい、かわいいね、なんとセーラームーンってあと30周年なんだって。そんなに愛されてるんです ね。この三日月が、かわいいよね、月組ご出身としてはもう止まらないですよね。そう、しかも星組にも行ったので、確かになんかこのダブルで本当かわいいなと思って、しかも色がじゃーん、めちゃくちゃかわいい、かわいいよ ね。この真ん中のピンクのキラキラ、うんうん、これはまぶたに乗せるとゴールドに色が変化するそうなんです。すごいね、変身ってことね。変身です、プリズムパワーですイエーイ、私たちも変身できるという、かわいい、しかも色もどれもきっとクリスマスに向けて大活躍しそうな色ばっかりだね、うんうん、ホリデー感ありますよ ね、うん、そしてこっちもアイシャドウパレット、ね、うん、はい、あの同じく色が変化するキラキラも入ってて、うん、でもパープル系とかも ね、すごい可愛いですよね。紫いいよね、うん、いや、宮さんカラーだなって思いましたちょっとつけてみたい、すごい気になってます。ね、なんかこっちと結構なんて言うんだろう、イメージが違うので、違いますね、そうだからきっとね、うん、お好きな方を選んでいただいてもいいし、これが欲しい人も多いと思う、欲しいと思う、ね、この大人気のね、うんうん、オイルもこのパッケージで出てるんだけど、ね、私普段からあのオイル愛用してるから、これもいいなと思って、うんうん、結構舞台メイク落とすときに使われてる方多いんですよね、うん、やっぱしっかり落とせるから、そう、オフがかなりなんていうの、濃いアイメイクとかも1回の流すだけで結構しっかり落ちるから、うん、とっても使いやすくて、うんうんうん、ね、多いよね、使ってる子ね、はい、多いです。そしてね、こうたくさんリップもあって、うんうん、リップの方はあの既存の色と限定色がこう日本でセットになってるのがこう3種類出てて、うんうん、どれもなんかかわいいよね、カット見て、雫型になってる、なってるんですよ、それがすっごくかわいくて、こっちはまたちょっと平面的な形で違うんですね、うんうん、ね、だけどこっちはさ、このそう、パッケージが、ね、かわいいね、セーラームーン、ね、これたまらないです ね、乙女心を、ファンの方は、ね、全部欲しくなっちゃいそうな、なっちゃいますね、これは感じがするね。そして、うん、こちらはハイライターなんですよ、うんうん、ちょっと色が珍しいですね、珍しいよね、ハイライターにしてはなんか全然違う色合いだよね、そうなんですよね、うん、こっちちょっとゴールドっぽくて、うんうん、こっちはまあラベンダーとかピーチとかちょっとピンクがいろんな色味が入ってる、なんかグリーン系もちょっと入ってるみたいなんですけど、うんうんうん、そしてツールがこ
ちらのブラシもこれすごいですね。私初めて見ました。そう、私これ使ってて、はいはい、とってもいいの。なんかあのパウダーでも使えるし、リキッドももちろん使えるし、あとなんか私はこの正しい使い方かは分からないけど、自分的にこう最後パウダーをした時に、つきすぎてしまうとこうすごくベース濃く見えちゃうじゃない、パウダーが強すぎると、それをこう最後にもう一度これを使うことでなんか余計なパウダーを落としてくれて、なんていうの、薄付きだけどカバーしてるっていう肌に、なるから、私はこのブラシとってもいい万能だなと思うんだけど、今回もここにあの猫のルナちゃんがね、よく見るといるんですよ。かわいい、ね、猫好きだからもうこれ、そうですよね、そうもうこれは本当かわいいなと思うし、こっちのね、こっちもねついてるんですよ。そうルナ様の、あ、しかもこのチャームがヒゲのところがソフト、本当だ、ソフトで触れるっていう。じゃ結構ラバー、そうですね、ラバー素材です。じゃあこうねやる時とかもカチャカチャもせず、そうですね、でも使いやすそう。これだけまた別のところにつけたりできるし、確かに、これファンの方にはたまらない今回のシリーズだと思うし、なんか本当に持ってるだけで気持ちが上がると思って、みんなきっと気になるアイテムだと思います。はい、次にご紹介するのはアンプリチュードさんです。はい、もうなんといってもこのピンクのキラッキラのパッケージがすごい印象的なんですけど、かわいいね、かわいいですよね、これは。アイシャドウパレットなんですけど、結構この組み合わせ、色の組み合わせが斬新だなと思って、斬新、アンプリチュードさんってさ、いつも斬新じゃない、ね、パレット。そうですね、青みがかったはっきりしたピンクとこのブルーのラメ合わせるの絶対可愛いと思います。可愛いと思う、可愛い、ね、いやこれはちょっとテンションが上がる、色っぽくなりそう、セクシーな感じがします ね。そしてこの、ね、リップが3色出てて、こちらが人気色3色をミニサイズにして、出ました、ミニサイズ。ミニサイズやっぱり来てますね。来てますね、はい、ね、しかもどの色もすごく可愛い、なんとも言えないセクシーさというか、なんか上品な色だよね。で私が今日この真ん中の色を今使ってるんだけど、なんかこう結構肌に馴染む色だなっていう。ツヤツヤしてます。あ、ツヤツヤしてる。ツヤツヤしてます。もうこういう色すとっても好きで、ちょっとだけそのムーディーカラーというか、少しベージュが入ってると自分の顔に合うなと思っていつも選ぶんだけど、それがすっごくこの色が好みを再現して、ね、かわいいですね、なんかブルーっぽいメイクにも、今日の宮さんみたいなオレンジ系のメイクにも合う、感じですよね。そしてね、このポーチが2つあるんですけど、今回このセットが2種類発売されるということで、豪華、ね、しかもこのベースメイク、どちらもベースメイクのセットなんだけど、ちょっとこうね内容が違くって、こっちがもうずっと大人気のリキッドタイプの、リキッドタイプのファンデーションと、そしてこのパウダーとブラシが入ってるセット、かおちゃん今日、そうなんです、この下地とファンデーションを使ってみたんですけど、もうこれねすごい人気だから、そうだよね、やっぱりもうつけた感じもいいし、すごいトーンアップもするし、でもこのミニサイズっていうのがいいね、またいいなと思って、わかる、しかも発売の時からすごく話題になってたじゃない、だからきっと試したい方たくさんいらっしゃると思うので、この機会にね、このサイズだったら挑戦しやすいんじゃない、パウダーもさこれぐらいのサイズだといいよね、いいですよね、ちょっと旅行とか行くときに、そう、いや絶対これ使いたいんだけど、大きいって結構ある、ちょっと大きくて荷物にかさばるってあるよね、はい、はい、ありますね、なのできっとすごく気になってる方はぜひ挑戦していただきたいし、こっちもね、これはこの秋出たクリームタイプのファンデーションとパフと、やっぱりその人気の下地とパウダーとって入ってて、いいですよね、ね、こっちの新しいファンデーションはなんかこうカバー力がさらにパワーアップしてるという、こっちよりきっともっとさらにカバーしてくれるのかな、ね、ちょっと秋冬こっくりした感じのお肌とかも可愛いから、絶対いいですよね、しかもこれに入ってるってもう、これポーチの域を超えてもバッグ、バッグだね、バッグですよこれは、小物入れに、ね、使えそうな、やっぱりこれを持って、あの人
チュードのクリスマスコフレ手に入れたんだわって思われたいっていう。そうだね、なんかやっぱりアンプリチュードを使ってるとおしゃれな人ってイメージあるよね。ぜひ皆さんもぜひこのおしゃれなクリスマスを過ごしてみてください、はい、で最後はスックをご紹介するんですが、はい、こうリンとしてて、はい、ツヤがあってなんかこう色っぽさがあるような、はい、私今日こっちの色使わせていただいたんですけど、そうなんだ、うん、でもなんかこのちょっとグラデーションになってて、ね、なんかブラシをこうつける方向によっても雰囲気変わりそうだなと思って。そうだよね、きっと淡い色使いたい場合はこっち側だけの火があってもいい、いろんな使い方ができそう、はい、そしてやはりもうすっごい私大好きなんですけど、はい、アイシャドウが、うんうん、今回もこの限定の2色が出ております。素敵だね。こっち使ってみました。本当？本当だ、グリーンとグラデーションになってる、うん、そうなんです。でもなんかやっぱり色もすごいこうパキッてつくっていうよりはこうパッとついてくれる感じがやっぱ使いやすいんですよね、うんうんうん、なんかこう新しいメイクに挑戦しやすいっていうか。わかる。こう緑とかってそれこそ青とかもそうですけど、うん、紫とかもなかなかね、こうどうしてもブラウンとかに行きがちだと思うんですけど、うんうん、はい、きっとこれぐらいのスックのグリーンさだって、あとこっちのピンク、うんうん、このバラの色のような美しいピンクだったら、はい、きっとどんな方もきっとお顔に合うんじゃないかなっていうふうに思うから、うん、はい、ね、気になるよね。かわいい、うん、そしてアイシャドウはこっちも出てて一色ずつのもあります。かわいい。私こっちが気になります、ね、このブルーの。あ、本当シルバーブルーみたいな、ね、なんかこういう色をちょっと単色で置くのとかも可愛いかな。おしゃれだね。分かる。私はこっちも気になる、うん、なんか目の下、うん、なんかの下の、はいはい、ところにつけても、うんうんうん、瞳に反射して、あ、なんかこう色が反射して、うんうんうん、多分私の目の形だと思うんだけど、うんうんうん、結構下まぶたにこう下に塗った色がよく目の色に反射してて、カラコンしてるのって聞かれることがあるんですよ。です、ね、だからこう許してみたらどうなるんだろうってすごい気になって、うんうんうん、かわいいと思います、うん、そしてこのパウダーもありまして、うんうんうん、こちら色がかなり淡いラベンダーなんですよ ね、 そうですよね。限定色だそうです、ね、これ気になる。わかる、ね、しかもこのスックのパウダーはこうすごく乾燥する感じというよりかはより艶やかに見せてくれるとのことなので、結構このラベンダーパウダーっていろいろ出てるよ ね、 ね、なんか透明感が出るみたいですね、うんうん、ね、だからきっと日本人の肌にも合うんじゃないかなと思う、うん、はい、そしてリップもあります。はい、3色使って、ね、いいかな、うんうん、なんかこうマット、はい、でそしてその2色は、うんうん、ちょっとツヤっとする感じなんだけど、うん、パッケージも違うんですよね、うん、これ意外と同じブランドさんでこう、うん、リップを私すっごい口紅が好きなので、うん、たくさん持ってるんですけど、うん、こう外から見た開けなくても中身が分かるっていいよね。意外と重要だったりして、なんかこうつけるときに行こうぞ。そうなんですよ。全部開けなくちゃいけなくて、なあ違ったってなるもんね、うん、結構スックのリップ使ってて、うん、はいはい、うん、なんかそれもマットなんだけど、はい、マットにつくんだけど、うん、マットすぎるとさ、うん、ちょっとこう乾燥して見えちゃうっていうか、はいはいはい、自分でつけてても、うん、例えば食事とかした後とか、はいはい、少しその乾燥が気になったりする感じがある時あるけど、つくのは全然それがなくって、だけど見た目はこうそのツヤが抑えられているおしゃれなマット感が出て、すごく私は好きなので、これ気になるな、こんな色、ね、カラーも全部絶妙ですね、うん、ね、欲しくなります。やっぱ組み合わせが楽しめるっていうのがいいですよね、うん、ね、はい、皆さんたくさんのクリスマスコフレをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか、ね、本当にさまざまな素敵なアイテムばっかりで、はい、気になるものばっかりでしたけど、かのちゃんはどうだった？いやもう本当にパッケージから全部テンション上がるもので、うん、もう全部欲しくなりました、うん、本当に。しかもこうやっぱりコスメツの宮さんと一緒にこれを一個ずつこうあれも可愛いこれも可愛いってすごい楽しい時間でした、うん、ありがとうございます。宮さんどうでした、ね、こんなにたくさんのものをこう一度に見させていただいたり、うん、こう実際色もね、うん、はい、こうつけさせていただいたりとか、うん、こんな機会なかなかなかったので、うん、本当にテンションが上がる、ね、こうかのちゃんと一緒にいろんなアイテムを見させていただいて、すごい楽しかったです。私たちもクリスマスコフレ、ね、今年も楽しんで、はい、楽しみに発売を待ちたいと思います、はい。
マキアオンラインでは最新のクリスマスコフレを公開していますので、ぜひご覧ください。では、ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。